です。だまい。パラスティカの豆だと思います。サーです。こいつを買ってきました。データ映るんだよ。ですです。今日は映るんですでパーク内を歩きながらいろいろ撮っていきたいと思うんですよ。いいじゃん。絶対味のある一枚に仕上がることは間違いないね。間違いないよ。でも確認できないから、うちらいつもみたいに目つぶったりとか、やばいかもしれない。もうあらずこうなったらやばいってことでしょ。でこれを現像しながらみんなと楽しみたいと思いますので、イエーイ、あまんじー、あまんじー、さあ行くぞ。こいつで取っていきたいと思います。巻き上げましたからね。巻き上げ重要。じゃあ行くよ。いやこれ難しい。あ、できてる。おーすごい。何か雷起こたびたびな。このこれからこうやって撮ったらどうなんだろう。いくよ。はい、チーズ。やるじゃないか。ああ。これ楽しみだな。現像すんの。現像超楽しみだね。あ、巻いてなかった。おい。このくだり多分今日300回はやる。300回はやると巻いてないの。みんな大丈夫？休んでんじゃない？休んでる。ずる休みしてる可能性はなきにしもあらずよ。でも顎伸びスタイル入ってるから。パラスティカ。ナチュラルさが大事だよね。映るんですっていうのか。ここにはインスタグラマー沢ってこうやって吸ってるからね。やっぱあの映るんですの良さっていうのはさ、やっぱ懐かしさにあると思うんだよね、うん、はいはい。今の時代ってさ、フォトジェニック撮ろう撮ろうと思ってさ、決め込んじゃったりする傾向があるから、はい、あどけなさを、あの時の自分を思い出してごらんよみたいな気持ちですよね。なるほどですね。だそうです。過去、今、未来、全部手を出していく、そういうことよ。雨降ってきちゃいました。それは違うよ。それは違うよ。おいおい、うちら効率悪いかよ。効率悪い。どうも、効率悪いチャンネルです。バカ。ちょうど終わりました。映るんですが、あっという間だったね。あっという間。1日かけていろいろ撮ったんですが、これ現像して皆さんに一緒にお届けしようと思います。ね、楽しみ。楽しみだ ね。けどマジやましくんね、この雨。まんじまんじだね。まんじまんじ。